まあ、いいの、あの山から前尻、特に結構長いですね、うん、こことかもう必要ないとこまで来てるんで、これもしかしたら取る方がいいですよね。あの多分書きにくくなるのが、ここの部分があまり長くなりすぎると眉がこう囲んだ感じになってしまうんですね。で、まあ、左側結構あるからあれですけど、右側のこの眉頭をもうちょっと残した方がいいんで、こっち側に変えるように、その時にじゃあ下がってるっていうのが分かった時に、右の眉の方が下がって見えるの分かりますね。これはもちろんそうですね。顔がこうなってことは眉もそうなんですね。この毛をもうちょっと増やして、こっち側をもうちょっと短めにしてあげると、あのこの下がりは分からなくなります。僕だったらここを少し減らします。そしたら左右対称の上下がすごく調整が取りやすくなります。これポイントです。はい、彼女はどっちですか？右の方が上がってますね、っていうふうにして、分かりませんね自分ね。そしたら描くときにポイントは、眉山からこう眉尻に描くときに、ここの山の下から描くということです。まず、はい、それポイントです。上がってる眉を意識できてるんだったら、山黒目の端上、ここですね、これのここがから描いたらここ高なりますよね。でここの下を描きます。ここを描く、ここ、はい、ここから下へ描くということ、わかります？ここね。そしたら上描いてないんですよ。描かなくてもここに毛あるんですよ。こう下描くんです。でここからこっちへ返すんです。これあの基本ね。そしたらこれでもうイメージが下がったでしょ。今度はこっち側は逆に上から描くんです。ここ、そしたら左右高さは合いますか？ソロだでしょ、一瞬で、うん、だからそれは自分がどうなってるかっていう、きちっと現状分析できたらできるんですよね、メイクって。